三千万回再生突破 MV に登場のヘリコプターナンバー、愛告白にびっくり。ヘリの秘密とは飛べ芸能事務所が送るオンライン番組、飛べ版が14日に待望の第3弾を公開し、視聴者を驚かせた。三宅県、北山博光、大東拓月、そしてナンバー、愛やインプ、など、計13人の豪華メンバーが登場し、最新情報や面白エピソードを披露した。番組では、 所属タレントたちが自身の活動状況や待望のト部東京ドーム公演に向けた準備を語りました。そして、特に注目を集めたのは、ナンバー、愛のデビューシングル、ゴートのミュージックビデオ、MV についての興味深いエピソードでした。神宮寺雄太、平野紫洋、岸雄太が登場し、神宮寺は MV に関する舞台裏を明かしました。ヘリコプターが登場するシーンについて、 北山博光からの質問に神宮寺は安心してください。CG です。笑いとユーモアたっぷりに答えました。彼の言葉から視聴者は臨場感あふれるヘリコプターの飛行が CG 技術のたまものだったことを知ることになりました。一方で、平野紫洋は監督のサプライズに触れ、死者中にヘリコプターが出てきた瞬間には驚きましたと告白。タレントたち自身が初めて見る場面に、スタジオの雰囲気は一気に盛り上がりました。 キシユタもまた、クレイジーなキャラクターを演じさせてもらいましたと、撮影時の雰囲気を振り返りました。このエピソードからは、制作陣やタレントたちがどれだけ努力して作り上げた MV であるかが伝わります。視聴者は、ヘリコプターの飛行シーンが CG であることを知りつつも、その臨場感と迫力に魅了されることでしょう。さらに、ナンバー、愛のメンバーたちは3月6日に CD リリースされる新曲についても言及しました。 デビュー曲、Go to は全編ラップで構成され、歌詞には力強いメッセージが込められています。MV では、スタジオだけでなくビルの屋上でのパフォーマンスも披露され、そのスケール感と独自性が多くの視聴者を引き込んでいます。さらに、番組では、戸辺東京ドーム公演、3月14日から17日に向けた準備状況や、各メンバーの近況も紹介された。 13人の個性的なメンバーが織りなす興奮と感動の一夜に期待が高まるばかりだ。トべの新たな一面が垣間見える、トべ版、ファンは見逃せない。最後に、番組内で紹介された MV の再生回数が本日15日午前8時で約3472万回に達していることも紹介されました。これはトべのクリエイティブなエネルギーと、タレントたちの魅力が共鳴している証拠と言えるでしょう。 トベの新たなエンターテインメント番組、トベバは芸能の裏側やタレントたちの素顔に迫る贅沢なひとときを提供しています。これからも注目が集まりそうなので、ファムは見逃せません。